おはようございます。エクストラップの涼雅です。今回のレクチャー動画は初心者の方でもできるフィンガータットのコンビネーションです。難しく見えるという方もですね、一つ一つの動き自体はシンプルなのでぜひトライしてみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、ではまず最初の形がこのグーを2つ作った状態、これをこのように内側をくっつけて構えます。ここから1で親指を両手とも広げて2で後ろにあった手を転がしてきます。2、はい、そして3はこういう動きです。この上にある手は親指を閉じながら人差し指を伸ばします。親指を閉じながら人差し指を伸ばします。それに合わせてこの下の手をまっすぐ横にスライド、3、そして4は今度はこっちの手を親指を閉じて人差し指を伸ばします。でその時にこの親指の指先の動く軌道、こういう軌道に合わせて4という感じで反対の手も斜めに下ろしていきます。はい、するとこうやって、同じ形の手が向かい合っている状態ができます。もう一度初めからやってみましょう。グーを2つ作って1 2 3 4ですね。ここから5 6 5 6、この動きはどちらも親指を上げながら近づけていってクロスします。こう前後に持ってくる感じですね。5 6、はい、ここから7でこの重ねてあった手をできるだけ綺麗に4本の指が見えるようにひねります。7、はい、そして8で全ての指を閉じたように見せます。でこの時に指の形はこうなってるんですけれども、8でこう指先でつまみに行くようなイメージ、するとパッとこの4本の手が消えたように見えます。パッ、はい、1 2 3 4 5 6 7 8まで来ました。そしたら次は1 2で人差し指から順番に伸ばしていきます。1 2、はい、でここから3で横にスライドさせて中指がくっつくぐらいの位置まで3で、4でこのくっついた中指をキープしてひねりながら4でこういう形に持ってきます。4、人差し指を伸ばします。はい、そして5 6で、ちょっとこれは分かりにくいかもしれないんですけれども、この指先をくっつけたままひねってきてこういう形に持ってきます。5 6、そして最後7 8という動きになります。この動きはまず下の手は人差し指を閉じて戻す7 8 7 8で、上の手はこの指をくっつけたまま下ろしてきて閉じる7 8 7 8。この動きを両手同時にやると7 8という風にどちらも動いてるんですけれども、最終的にこの四角の形だけが残るようになります。7 8。ではもう一度最初からやってみましょう。はじめにグーを作って1 2 3 4 5 6 7 8、1 2 3 4 5 6 7 8という感じです。はい、という感じで今回もフィンガータットの初心者向けのコンビネーションをレクチャーしてきましたが、今回のコンビネーションはいかがだったでしょうか。前回よりも難しく感じたかもしれませんが、実は今回少し不思議に見えるようなちょっと錯覚を生み出すような動きを混ぜてみました。なのでちょっと難しく感じたかもしれませんが、その一つ一つの動き自体に必要な柔軟性であったりとか、早く動かさないといけないとかっていうことはないので、一つ一つ順を追ってやっていけば確実にできると思います。なのでちょっと難しかったなという方ももう一度再チャレンジしてみてください。
では今回のレクチャー動画はここまでです。このエクストラップチャンネルでは他にもレクチャー動画やエクストラップの映像作品などいろいろ投稿してますので、たくさん見ていただけたら嬉しいです。面白いなと思ったらいいね、コメント、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた次回お会いしましょう。